ヒュンダイユニバースは、ヒュンダイエアロの後継として、韓国の現代自動車が製造する、大型観光バスである。西木湖高速ニュープレミアムユニバースのオブルユニバース、日本仕様、杉崎観光バス日本仕様シャリアミギ広報に、非常口を設置している、西日本鉄道日本では、2008年に、韓国ヒュンダイモーターカンパニーと、 東洋 SE 株式会社によって初めて先行試験者として日本に輸入され2009年2月5日に現代自動車の日本法人であるヒュンダイモータージャパン株式会社より正式に発売された。 現代自動車はユニバースを世界戦略者として捉え、右ハンドルで排出ガス規制や保安基準が他国と大きく異なる日本への投入が成功すれば、品質面で他国でも受け入れてもらえ、また、オセアニアなど、右ハンドルを採用する地域への投入も容易になるという判断があった。日本国内のバス事業者としては、近年の景気低迷で輸送需要に、 伸びが見られない上、新たな排出ガス規制への対応の度に上昇する車両価格に頭を痛めている現状で量産効果から比較的低価格な輸入車に注目が集まっている。車体は組み立てのしやすさとコスト、さらに軽量化を考慮して光合成モノコックを採用しているが、モノコック車体で不利になる乗り心地や静粛性には最新の注意が払われている。 またルームミラーは国産のバスと異なりフロントガラス接着式を採用している。スタイリングは現代自動車全州デザインセンターであり三菱系統から外れたオリジナルのパワーテックエンジンにデプムシステムと名付けられたセラミック DPF とクールド EGR を組み合わせたシステムで新長期規制ユーロゴをクリアする性能を持つ。2009年には ポスト新長期規制をクリアするユニバースを発売した。デプムシステムに代わり、DPFSCR で輸入車として、初めてポスト新長期をクリアした。日本仕様はエンジンをパワーテック425型としており、日本製観光バスに匹敵する出力を発揮し、最大トルクはそれらをしのぐ。トランスミッションは、ZF 製の6速 MT。 サスペンションは前後輪とも車軸喧嘩式を採用している。日本製観光バスのような前輪独立喧嘩式も検討されたが、乗り心地とコスト、整備性、耐久性を考慮した結果、車軸式とした。補助ブレーキ装置として、パワーターンドと流体式リターダを装備する。空調は、電装の韓国法人、電装豊か生成直結式エアコンを採用する。 韓国では、全面窓左右に分割仕様の設定、スタンダードデッカーの設定など多彩な仕様が存在するが、日本国内では、ハイデッカーの最上級仕様、エクスプレスノーブル単一グレードでの展開とされたが、後に2列プラス1列の3列シート車の追加、補助席付きシート、12列シート車など、日本国内でのニーズに合わせたバリエーション展開を拡大している。 他にも、国際的には、一般的な固定窓に加え、補助席付き保安基準に適合した、側面窓の上部固定、株引き違い式の採用、補助席の設定、右ハンドル仕様に加え、ステアリングコラムのコンビネーションレバー配置を、日本車同様右側ターンシグナルにするなど対応を行っている。また、日本における保安基準から、 韓国を含めた国仕様にはない非常口を後部右側に設置している。また2011年の東京モーターショーでフロント周りやスポイラーなど外観をモデルチェンジしたユニバースを発表2012年4月から正式に販売を開始している。日本では発売以後メーカーが仕様設定を行っているツアーバス。 インバウンド向け観光バス会社への投入が目立つほか、高校観光、中国バス、富士急行など一部の高速路線バスでも導入が進められている。この他に2011年には、日本バス協会会長者でもある富士急行が、傘下の富士急静岡バスで、中高高速便、観光車でも富士急行観光にも、観光12列格納式補助席バージョンを投入。 西日本鉄道でも高速バス仕様の車両を投入している。西鉄の導入に続いて、九州では九州参考バス、昭和バスが複数台を導入し急速に普及が進んでいるほか、2016年に大震東が福岡県進出に合わせて20台近くを新車導入するなど、急速に台数が増加している。 ユニバース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 ありがとうございます